シーレイブンは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻。艦名はカサゴメカジカカの一部の通称にちなんで、命名された。シーレイブンロングホーンスカルピンシーレイブンは1938年8月9日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1939年6月21日に、 キュロス・ダブーコール夫人によって、命名、浸水し、1939年10月2日に、艦長トーマス・ジーリーミー少佐の指揮下収益する。アメリカ合衆国が、第二次世界大戦に参戦するまでの2年間、シー・レイブンは、フィリピン海域で活動、訓練及び艦隊演習に従事した。日本軍による、真珠湾攻撃時、シー・レイブンは、 セオドアシー・アルワード少佐の指揮下にあり、マニラ湾のカビテ海軍交渉に入居中であった。12月9日、シーレイブンは最初の紹介で台湾方面に向かった。台湾海峡方面などで紹介し、紹介期間中にマニラに陥落の危機が迫ったので、シーレイブンは任務完了の際にはダーウィンに向かうよう指示された。シーレイブンは セレベスト近海やモルッカ海などを紹介しつつ、ダーウィンに向かった。途中で、いくつかの目標を発見したものの、攻撃には至らなかった。1942年1月19日、シーレイブンは41日間の行動を終えて、ダーウィンに帰祷した。1月28日、シーレイブンは2回目の紹介で、南シナ海、インドシナ半島方面に向かった。 2月3日、シーレイブンは、モルッカ海峡における夜間の戦闘で、吹雪型駆逐艦と、オボシキ艦艇と交戦して、これを撃沈し、最初の戦果を上げたと判断され、これは、バターン半島とコレヒドール島で包囲された、アメリカフィリピン領軍への補給のアシストとして、称えられた。3月12日、シーレイブンは43日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島 艦長がハイラムキャシディー少佐に変わった。4月2日、シーレイブンは3回目の紹介で、オランダ領東インド諸島のティモール島に向かった。4月18日、シーレイブンは、日本軍の占拠するティモールから脱出を図った32名のオーストラリア空軍兵士を救助した。その5日後、シーレイブンは、 主機関室から火災を発生し、完全に航行不能となった。スナッパーや駆逐艦が救援に駆けつけ、シーレイブンのオーストラリア入港を支援した。4月25日、シーレイブンは23日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。6月28日、シーレイブンは4回目の紹介で、セレベスト方面に向かった。この紹介では、 特にめぼしい出来事はなかった。8月6日、シーレイブンは40日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。9月27日、シーレイブンは5回目の紹介で南シナ海に向かった。10月10日から12日にかけて、シーレイブンは澄んだ海峡で複数回の攻撃を行って敵艦に損傷を与えた。この戦果は当初は、 6853トンの日本船撃沈改め撃破、7915トンのドイツ船撃沈とされたが、実際の戦火は、ナチスドイツの柳船レーゲンスブルクの撃破であった。11月17日には、クリスマス島沖で、特設運送船費ハレマルを撃沈した。司レイブンは、この紹介で、合計23400トンの敵艦を沈めたと、判断した。 11月24日、シーレイブンは58日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。12月18日、シーレイブンは6回目の紹介で、バンダ海、セラム海及びパラン方面に向かった。1943年1月9日、シーレイブンは、パラオ西水道沖で、陸軍戦ユーバイマルを撃破。1月14日には、 北緯09度00分統計130度50分、北緯9.000度統計130.833度、9.000130.833の地点で、マニラ行きの輸送船団を発見し、陸軍輸送船白浜ルに4本の魚雷を発射して、撃沈し、返す刀で、特設苦戦艇第一眼実丸も撃沈して、最初の確認された戦果を挙げた。二月十日、 シーレイブンは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島その2日後にメアーアイランド海軍造船所でのオーバーホールのため本国へ向かった。シーレイブンは5月7日にオーバーホールを終え、5月25日に真珠湾へ戻った。6月7日、シーレイブンは7回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。この紹介で、シーレイブンは南鳥島を偵察したが、 敵艦とは遭遇しなかった。7月29日、シーレイブンは43日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。8月20日、シーレイブンは8回目の紹介で、日本近海に向かった。9月1日に塩谷崎東大近海に到着して、以降、本州北東部を紹介した。しかし、この紹介では、 攻撃に値する目標に遭遇することはなかった。10月6日、シーレイブンは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がメルビンエイチドライ少佐に変わった。11月3日、シーレイブンは9回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。3日の期間を明けた後ウルフパックと共に、ギルバート諸島攻略戦に参加した艦艇への支援を行った。 11月25日、シーレイブンは、ポンペイ島北方で、駆逐艦集運の護衛がついた、特設運送船東亜丸を発見し、魚雷を2本命中させて、東亜丸を撃沈。夕方まで集運による爆雷攻撃が行われたが、シーレイブンには、何の被害もなかった。12月6日、シーレイブンは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。 1944年1月17日、シーレイブンは10回目の紹介で、カロリン諸島方面に向かった。この紹介では、エニュエトク干渉に対する写真撮影偵察及び、マーシャル諸島、マリアナ諸島及びトラックに対する空襲部隊の救助艦任務に従事した。シーレイブンは3名のパイロットを救助したが、それ以外に、戦果はなかった。 3月3日、シーレイブンは47日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。3月26日、シーレイブンは11回目の紹介で、小笠原諸島方面に向かった。シーレイブンは、この紹介において2度の攻撃を行い、2隻6500トンの戦火を報告した。このうちの一つ、4月17日の戦闘では、 北緯25度52分統計142度24分、北緯25.867度統計142.400度、25.867142.400 25. の地点で、特設総改定、第2号の白丸を撃沈した。5月4日、シ l i v e n は45日間の行動を終えて、真珠湾に帰島 短期間のオーバーホールに入った。8月15日、シーレイブンは12回目の紹介で、千島列島へ向かった。9月21日の夜、悪天候の中を浮上したシーレイブンは、北緯49度36分統計145度30分、北49.600度統計145.500度、49.600、145.500の地点で、 戦団から脱落した陸軍船リサンマルを雷撃により撃沈した。リサンマルの沈没はすぐに把握できなかった。護衛の駆逐艦神風が爆発音を聞いており、状況捜索に向かった旧カテカン白崎が9月28日になって、北知床岬近海で多数の漂流物を発見し、これでリサンマルの沈没を悟った。 9月25日の夜には2隻のトロール船、4隻の大型3班及び4隻の小型パ班に遭遇した。シー・レイブンは8隻の3班及び2隻のトロール船の250ヤード真横を先行し、それぞれに1発から3発の魚雷を発射した、最初の攻撃を切り抜けた敵艦に対しても、同様の攻撃を繰り返し、全てを破壊した。C レイブンは、この紹介で、 都合12隻の敵艦船を撃沈した。10月6日、シーレイブンは52日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、レーモンド・バーストロング少佐に変わった。11月1日、シーレイブンは13回目の紹介でパンパニと、シーキャットおよびパイプフィッシュとウルフパックを構成し、南シナ海に向かった。12月3日、シーレイブンは、 北緯06度31分統計106度12分、北緯6.517度統計106.200度、6 5 1 7百六6 2 0 0の地点で、南下してくる日83戦団を両艦とともに、迎え撃ち、一隻の貨物船とタンカーを単独で一隻の船舶をシーキャットと共同で撃沈したと判断。しかし、 これらの戦果は認定されず、シーキャットによるタンカー張りままる撃破のみが認定された。12月25日、シーレイブンは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰投。これが、シーレイブンの最後の紹介となった。シーレイブンは、第一戦を退いた後、終戦まで、訓練官としての任務に従事した。 終戦後は、ビキニ干渉で1946年に行われた、核実験、クロスロード作戦において、標的艦として使用された。司令文は、大きな損傷もなく、実験を切り抜けた。その後、1946年12月11日に、退役、1948年9月11日に、標的艦として、海没処分され、 1948年10月21日に除籍された。シー・レイブンは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。シー・レイブンは第二次世界大戦に参加したアメリカ海軍潜水艦の中で終戦時まで豆鉄砲とのあだ名が付けられていたサニン地方を装備していた艦の一隻。ありがとうございます。